フライデーナイト J リーグ、さあ FC 東京ビファーレン長崎、非常に立ち上がりが注目されました。前半は 0-0 で後半からご紹介します。49分のファンマのシュート、これはキーパーナイスキャッチ、スポッと何か収まるような格好で今ボールを収めました。まあ素晴らしいですよね、ああいうパッと止めちゃいましたもんね、なんかお手本のようなキャッチでしたよね、本当ですよね、はい、で56分ご覧のようになっています。これはね、ナイスカバーですよね、富樫啓真。はい、そして今度は東京の72分、ここはバイスの守備見ていただきたいんですが、そうですね、まあ、突破して、はい、まあ、やっぱ予測もあるんですよね、バイスのね、うん、なのでこのギリギリで足が間に合っていると思いますね、はい、素晴らしいカバーです。その後の気迫あふれる表情がすごかったですね、はい、さあこれ長崎の得点シーンです。キーパー弾く、折り返し、一度クリアする、もう一度、この切り返しも効きましたが、はい、ふわっとしたボール、黒木ね、よかったですね、いいボールでした黒木ね。そして最終的にはファンマ押し込んで今シーズン3ゴール目、まあ、決勝点になったのが77分です。まあ水沼さん、この辺りは執念とかを感じました。本当落ち着いてる、はい、うまくカバーもね、東も入ってたんですけどね、2人がね、はい、高萩とともに入ってましたが、もう強引に最後は押し込んでファンマ、まあ、全体的にこの躍動感あふれるファンマの動きっていうのは攻撃をやはり牽引しましたね。そうですね、力強いですね、はい。